ご紹介どうもありがとうございますまた本日はこのような機会をいただきましてどうもありがとうございますまずあの最初に2分間のビデオがありますのでそれをご覧になっていただきたいと思います理化学研究所データどうか研究チームチームリーダー三好武正 これまで困難だったゲリラ豪雨の予測を可能にしたのはデータ同化という手法ですデータ同化はスーパーコンピュータによるシミュレーションデータと実際の観測データを組み合わせることでより正確な予測を可能にします例えばゲリラ豪雨突然局地的に発生するゲリラ豪雨では実際の観測データとシミュレーションデータを比べると大きな差がありました データ同化の手法を用いビッグデータをスーパーコンピュータに高速に取り込むことでより正確なゲリラ豪雨の予測を可能にしました三好チームリーダー率いるデータ同化研究チームが天気予報に革命を起こしたのですデータ同化は気象以外のさまざまな分野へも応用に向けた研究が始まろうとしています。自然エネルギー利用を効率化 生命活動の神秘に迫る研究製造過程の効率化や製品の品質向上渋滞緩和などのインフラ制御への応用人と地球の共生を目指した地球環境の総合的な理解このようにデータ導火の重要性は今後ますます高まっていくでしょうデータ導火がつなぐリアルとシミュレーション データ同化がつなぐさまざまな研究分野、データ同化がつなぐ今と明日、データ同化が私たちの未来をつないでいくのです。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と恥ずかしいんですけど、あのせっかく作っていただいたので、<laughs> あの使う機会があればあの。 使うようよにしてます、えー、と YouTube にです、ね、あのどなたにでもご覧になっていただけるようにありますのでもしご興味がありましたらもう一度ご覧になっていただくことはできますでさ先ほどあのご紹介いただきましたが、えー、私は大学を2000年に学部を卒業して、えー、すぐに国家公務員試験を受けてです、ね、あの気象庁の職員になりましたであの学部をあ、まあ、気象庁の職員になる人は技術系の方が多くて 物理学出身の方もたくさんいらっしゃるんですけれども、あのというのは国家公務員試験が当時物理学物理という分野でテストを受けるので、そういう関係もあったかなと思います。気象庁の一番大口の採用は物理だったと思います。で、私もあの、えっと、学部生の時はですね、物理学教室に。 あのおりましてあの倉本先生の研究室のところであの学部の,あの卒業研究を、えー、やりました何かあのホースの中に水が流れるシミュレーションっていうのをあの一から作ってですねその水を流すスピードを速くするとホースがバタバタカオス的な挙動をするとでその水の流すスピードをパラメーターコントロールパラメーターにしてゆっくり流れる時はまっすぐなんだけど。 えー、早く流していくとそのうちこう周期運動をしだして、それが周期性が壊れて、えー、カオス的な挙動をするっていうようなことを、えー、学部生の時にやっていたのを懐かしく思い出します。<laughs> それが2000年のことですね。で学部卒であの気象庁に入るとですね最初2年間あの、えー、役所の仕事をするというあのお役所勤め。 2年間総務部企画課というところでやりましてでその後あのせっかく少女入ったので天気予報の,あの技術開発をやってみたいというふうに当時の上司に言いましたところ、えー、希望を叶えていただいて、えー、予報部数値予報課というところがあるんですが、えー、ここであのスーパーコンピューターを使って、えー、数値天気予報をするシステムを開発するとでこの時初めて、えー、データ同化かの、えー、技術開発に携わることになりました。 で国家公務員が留学して2年間留学して勉強し大学院で勉強してくる制度というのがありまして人事院の長期在外研究員という制度なんですがこれに行かせていただくことができまして当時のですね、えーえっと 予報部の別の課の別課課長だった方、えー、と私が数値法科に行った時にあの数値法科長だった方なんですけれどもメリーランド大学にデータどうかのいい研究室があるからそこに行くといいよって言われて、えー、行ってみましたでそうしたところここがですねまさにあのカオスグループといって、えーまずえー、と世界でもですねあの有数のというかもうトップレベルの研究者が 集まっているようなところでしかもののデータ導火の研究をちょうどやっていたんですねでそこのに入ることができましてで2年間だったんですけれども、えー、博士論文を仕上げることができましていまだにメリーランド大学の最短記録保持者だというふうに本当か嘘か分かりませんがあの言われ続けております、まあ、制度上おそらく最短なのでおそらく最短記録なのかなと思いますが。 えーはい、年限という決まりはないんですよ、ねはい、なので博士論文を仕上げてであのまた気象庁に戻ってまいりましてそのメリアン大学でアンサンブルカルマンフィルター先ほど与ン先生のお話で、えー、アンサンブル予報ありましたけれどもこれからちょっとご紹介しますが、えー、データどうかのですね、えーまあ、あの気象に適応するには非常に難しいと思われていたような方法 いいろろ工夫ししてできるようにしたというような内容で博士論文を書いたんですけれどもそれを実際の気象庁の天気予報システムに適用するというような仕事をしてまいりましてここでですね一旦気象庁を退職してメリーラン大学の今度は教員として行きました。このの時はもうテニアトラックの アシスタントプロフェッサーでしたのでずっとメリア大学に骨を埋めるという選択肢もあったんですが軽コンピューターが当時ちょうどできてデータどうかの研究をする人を募集しているということで、まあ、世界一のスーパーコンピューターでしたからやっぱり2番じゃダメで世界一のコンピューターを使って世界一の研究をしたいというふうに一年発起しまして。 理化学研究所神戸ですね。に参りました。それからもう9年になります。でデータ同化研究チームという研究室をやっているわけですが今ですね。だいたい20人ぐらいフルタイムの研究員がおりましてデータどっかの様々な研究に取り組んでおります。で、今日もあの一部ご紹介しますが、主に天気予報に関する研究です。まあ、私のバックグラウンドが天気予報ですので。 それを、えー、さらに深めているというところですね。で、えー、まず最初にご紹介したいのがこれなんですけれどもこれはあの理研の天気予報研究のウェブページがありまして weather. 利権 .jp というんですが今アクセスしていただくと今この画面はないんですが、まあ、似たような天気予報は見ることができます。でこれ東京近辺で2021年7月30日の昼に予報していたんですね。 で激しいい雨が都心部を通るに、えー、降るという予報ですで実際この時激しい雨が降ったんですけれども、えー、ちょうどオリンピックの期間で,、えーですね、この2つの期間7月20日から8月4日まであと8月24日から9月5日までということで、えー、ちょうどオリンピックとパラリンピックが開催されていた期間を含むような期間で、えー、富岳を使って、えー、ゲリラ豪雨予報をするということでですね富 の約9%をです、ね、完全にこのプロジェクトののたたために占有させていただいていいだ取り組みました、まあ、このように富岳を使ったことが初めてでしたのでいろいろ運用そのコンピューターの運用に関してもです、ね、いろいろ経験ができたなというふうに思います。でこの上半分の部分は実は富岳のユーザー向けの,あのウェブポータルでしてここにですねちょっと細かい字で恐縮ですが実 この期間一般向けの提供資源が縮小されますって書いてあるんですね。まあ要するに私たちが9%占有するので、全体の91%が提供されます。要するに9%私たちが使っているので提供できませんというようなアレンジをしていただきました。まあこれもあのさまざまな富岳は気象予報のためのコンピューターではありませんので、いろんな研究に使われていると。で、さまざまな研究をしている研究者たち。 のご理解をいただいてですね。このようなことを実施させていただきました。で、2020年昨年には本来、東京オリンピック、パラリンピックが開催されるはずだった。年で実はそのそれにターゲットを合わせてですねこのリアルタイムのゲリラ豪雨予報やろうと言ってプロジェクトをですね。2013年から進めてきました。もうその時から2020年東京オリンピックパラリンピックに。 ではこういうことができる未来の天気予報システムを作るんですと言ってプロジェクト始めたんですねそれで富岳、えー、がなくてですね2020年はまだ富岳建造中でしたので、えー、東京大学筑波大学が運用するうーオークフォレストパックスという柏にある コンピュータータですけれども、まあ、これ K の23台分ぐらいの性能がありますので、まあ、K スーパーコンピューター K を使って開発してきたシステムこれを動かすには十分な性能を持っていましたですねこれをですね分7分の1か8分の1ぐらいの規模で占有をさせていただいてこのような問題サイズでですねやったんですけれども富岳を使うとですね50だったアンサンブル数を1000にするとかですねこういう桁違いのことがやっぱりできるんですね。でこれによって、えー 予報の精度もですね昨年やった時より今年やった時の方があの全般的に良かったというふうに思ってています。これまだちゃんと、えー、検証をしっかりしていないのであくまでもやってみた時の感覚としてですけれどもあのよく当たってたと。でこれ示してますのが右側が観測データで左側が予測をしたシミュレーションから出てきた予報です。でででもここれれ東京都で埼玉県県千葉県の北西部 が映ってますねで茨城県ですで、えー、この7時20分ですね7月29日の7時20分を初期時刻とした10分後20分後30分後の予報ですで下が実際に観測された、えー、答えみたいなものですねで見ますと、えー、ちょっと見にくいんですがこういうところですね、えー、最初はブルーだったのが黄色とかオレンジになってきます 実際、観測を見ましても最初ブルーだったのが黄色とかオレンジになってきて黄色やオレンジというのは雨の強さがそれだけ強いということでこういうのを予測するのはですね非常に難しいこれ、いわゆるゲリラ豪雨で急激に発達するわずか10分の間にそこそこ降っていた雨がザーザー降りの雨になるとしかもピンポイントにですねこういうことが実際10分前から予測ができるようになったと。 ただ30分先を見ますとおおむね観測と同じようなところに強い雨はあるんですがこのですねここの部分県境に近いところですねここ完全にないんですよねなのでこのスケールで見るとここまで細かく見るとですねやはりまだ予測は難しいとこれ1つしか予測してないのでなかなかうまくいかないんですけれどもこの時は確率予報ということもしまして これちょっと一番最初に動画でお見せしたものですけれどもこれ実際に観測された3時30分の雨ですがこのオレンジ色を超えるところが30ミリを超える時間30ミリを超える強い雨です。でこれ実際一つだけ予報したらこういうふうに出てきてあまり、えっとまあ、よく予報できてますけれどもまだ改善の余地があるという感じですが。 10個ですね、アンサンブルを10個今回できました10個やって30%以上強い雨の確率を出すと、まあ、ある程度のエリアで出てきますこれがまあこれとよく一致しているかというとまだ改善の余地はありますが、まあ、ここまで今年の時点で富岳を使ってできるようになったというのが現状ですちなみにですねこのような予測システムは世界でも全くありませんので 日本で富岳を使って初めてできたというようなことになります。でまあ30分後までのこうすごく狭い範囲に降る雨を予測して嬉しいのかとそれが本当に使えるんですかということなんですがやはりモチベーションがあってですねこの研究をなぜそもそも開始したかというとこういう川がですねわずか10分の間にこう なったんですねこれ神戸市内を流れる戸賀川という川ですけれどもこの時に5名の方が流されてしまったということで非常に痛ましい水難事故というふうに言われています要するに洪水ではないんですね。洪水というのはこの川の範囲を越えて水があふれるということを言いますけれどもこれ川の範囲の中に水が流れているだけですので川が増水しただけなんですね。 ですがわずか10分の間に増水をしてここに知らせるシステムがありませんのでもう傷あれよという間に川の水が増えたんですよねですので今ここの川に行くとあるいは神戸市内の川に行くとですねここもうあらゆるところに警報器がついていてお知らせをできるようなシステムにはなっています。 ただお知らせをするためには事前に一刻も早い時点でこういうリスクを捉える必要がありますので、まあ、そういうのがあの強いモチベーションになったということです。で、えー、今日はこういうその天気予報を作るのにどういうことをしているかとどういうあの科学的な方法で、えー、そういう天気予報を実現しているかということをお話ししたいと思います。 でえー、ここで重要になってくるのはこのデータ動化というコンポーネントですね。で左側にありますのは現実世界を実際に観測したり実験したりして取れるデータです。で右側にありますのがシミュレーションです。でこれはバーチャルな世界ですね。でこれを組み合わせるのがデータ動化です。で左側にありますのは、えー、これ今あの通常の データではなくてこの新型センサーによる桁違いのビッグデータというのを相手にする。で右側にもそのビッグデータをちゃんと処理できるような高性能のスーパーコンピューター。この研究では K を使ってきましたので K を書いています。でこれによってこの大容量データをすべて処理してやろうということです。K はまさにレジェンダリーででして。 2012年から運用が始まって7年間ほど運用されていましたでこれを使って先ほど余田先生もお示しになられましたがこのですねいまだに世界最高解像度の記録、まあ、ギネスには載ってないと思いますけれども <laughs> あの、まあ、そういうギネスをカテゴリーを作っていただけるといいかと思いますがあのただチャレンジできる人は非常に少ないですよね、まあ、コンピューター必要です でメッシュまでで改造したものですねこれ素晴らしいこれ2013年の論文で発表してまして実際計算したの2011年2012年ぐらいだと思いますでこれいまだに世界最高っていうのは驚くべきことでしてコンピューター自体は K を超えるようなコンピューターあるんですけれども計算機があればじゃあできるんですかというとそういうものではないんですね。 さあ K を使ってこれよりも高解像度の400、435メートルメッシュっていうのも計算はできているんですけれども物理学的に意味のある気象学的に意味のある計算になっていなくてそういうものはけできましたとは言えないわけですよね。やっぱり気象としてちゃんと地球の大気をシミュレーションできないといけないのでそこにはさまざまなあの努力が必要なわけです。ですのでまあそういったこともあって今もこれは世界一をキープしているんだと思います。 一方で観測データですけれどもこれも非常に優れたデータでこれ実際に観測された大阪,の大阪で起こったいわゆるゲリラ豪雨ですね30秒ごとに隙間なくレーダーで見ることができます。これフェイズアレイレーダーというんですが普通のパラボラアンテナのレーダーですと線しか見えませんのでこういうぐるぐる回してもですね隙間がどうしてもできてしまう。 なのでこ,このフェイズアレイレーダーというのは板の形をしてまして同時にです、ね、100, 100本の線が見えるというものです詳しいことは今日は、えー、言いませんがあのそういう技術でですので100層同時に見えるから100倍取れるというものです30秒で1回転させると全点、えー、が隙間なく見えるというものですね、まあ、軍事用にもともと開発された技術です視覚があると嫌なのであの視覚がないレーダーということですね でこれあの組み合わせて何がでできるると考えるのはデータ同化です要するにこちらがシミュレーションでこちらは実際のデータです,ですのでこの組み合わせる。で組み合わせるとこの高解像とシミュレーションに高解像のデータを入れるわけですから今まで予測ができなかったような現象が予測できるようになってくるだろうということでこういう絵を描いたわけですね。 で最初2013年から開発始めましてなかなか苦労したんですが苦労した甲斐があってです、ね、この2014年9月11日の朝に神戸市を襲ったゲリラ豪雨これをです、ね、予測することが予測というか再現することができました、まあ、過去のデータを用いてますのでリアルタイムの予測にはなってないですけれどもこれが初めてこの方法を実証した事例になります 左上に出てきますのが実際の観測データ右上がシミュレーションで作ったものですね。これれありまますすので後で後ご覧になっていいただければと思いますちなみにこの YouTube は音声もないんですが「理研チャンネル」に数千コンテンツある中でトップ10にいきそうなところにいますので今日ご覧になっていただいている方がこうですねつっついていただくとこの辺が増えるかもしれない。 今日何人ぐらいいらっしゃるかになりますけれど <laughs> はい、どうもありがとうございますということで止めてみるとですねこれが実際の観測データでこの右上がシミュレーションですですのであの今これ数キロの大きさ先ほど予前先生が写真で あの店になっていた、まあ、通常積乱雲の大きさというのは数キロ10キロ以下ぐらいの大きさを持ってますので、まあ、そういうものがですねいくつかこう連なっているというのが分かるんですねでその連なっている様子がこう見ることはできます。で、えー、通常の天気予報システムですとこの左下にあるように全く全く再現できないですねですのでゲリラ豪雨は予測できないんですが、えー、こういうシステムを作ると、えー、予測ができるようになるということでえー この新しい m p パ a r というのが内閣府の SIP というプロジェクトで埼玉大学にですね新たに開発されましたこれ先ほどのフェーズアレイよりも2次元のフェーズアレイで優れているんですね機能がでこれを使うと東京のですねこの半径60キロ圏内ですけれども埼玉大学から半径60キロ圏内に東京オリンピック・パラリンピックの会場になるようなこのピンクの点たくさんあります。 なのでこれを東京オリンピックパラリンピックでやってみようということでこのまずですねデータを即時に不学に送るというシステムを作りました。三十秒ごとに百六メガバイトのデータが出てきます。三十秒ごとなのであの百六メガバイト自体はそんなに大きいものではないですけれども三十秒ごとにこれが次々と生成されてきますのでこれを遅いなく送ると。 3秒で送ることができるシステムを作りました。でこれを使ってですねこの埼玉のレーダーからの範囲内を 500m メッシュで予測をするというシステムを作りました。で、これをするためにこの境界条件ですね。この境界条件を与える必要があります。で、この境界条件は非常に重要で、この境界条件の精度が悪いと、えー、雲が立ってくれないということになります。 この境界条件を作るためにこの青い範囲この範囲を1 5キロのメッシュで3時間ごとに初期値化をして走らせるということをしましたこの初期値は気象庁の予報システム5キロメッシュのメソモデルからもらってくるということでリアルタイムにですね気象庁のデータをダウンロードしてきて3時間ごとにここをですねアップデートしてで内側は30秒ごとに。 どどんどん走らせるとなるべく新しい境界条件を使うというシステム設計ですね。これ富岳のタイムスケジュールですけれども0時から翌24時十四時間の間にこのオレンジ色の部分これが内側領域ですね実際に30秒ごとの計算をするところに8,800濃度外側領域の計算は低解像度ですのであんまり使わないここに1,000濃度ぐらい。 合わせて1万810ノードを使ってあ2000ノードですねこの部分2000ノードで合わせて1万810ノードこれがちょうど富岳、えー、の9%ぐらいに当たりますでこれを、えー、実行したとで、えー、このようにですねスマートフォンのアプリ 3D 山マゴウ MTI 社製ですけれどもこれにリアルタイムで配信しましたで、えー、今回10メンバーのアンサンブルやってますので アンサンブルの表示をちょっと工夫してこれは雨なんですけれども3次元的にですね高さ方向も含めて雲が見えてるんですがここをクリックというかタップするとこのようにですね四角いものが出てくるとこの四角いものが雨の確率です。30 30ををを超超ええるる雨雨時間30ミリを超える雨の確率を このように見せる。まあ、これと同じように表示してしまうとですね、見分けがつかなくなってしまうので、このように表示するということで配信しました。まユーザーフィードバックなんかも得られているんですが、今日はそれは割愛してですね、データどうかの話の方へ入っていきたいと思います。それデータどうかというのはこのバーチャルな世界のシミュレーションとあとリアルな世界の実際のデータを結びつけるような情報理論と言っていいと思います。 でですのでこの価値をですね増やすための情報理論です。でこの背後にある数理としてキーとなる考え方は力学系まずダイナミカルシステムです力学系といいますのは時間方向に定義されている、まあ、時間軸が定義されているような系であるということですね。であと統計数理これはスタティスティカルマセマティクスですね。 あと UQ と言われるんですがアンサー・トゥンティコンティフィケーション日本語に訳すると不確実性の定量化ということになるでしょうか予田先生の話でも不確実性を捉えるというような発想が何度も出てきましたこれがデータ同化のコアになる考え方になりますデータ同化の問題はカオスの動機問題として考えることができます。 どういうことかと言いますと今実際自然の状態がカオスに振る舞っているとしてここから完全な情報を得られませんので何らかの部分的な情報を得るとこれが観測という行為です。でこれをすることでこちらこちらはモデルで今手に持っているものですねこちらに教えてあげることでこの2つの振る舞いを同期させるという問題です。 でこの動機の安定性というのを考えるんですけれども動機が安定していればモデルはの振る舞いは自然のように振る舞う。なので天気動機の安定性を考える時に引き離そうとするので引き合わせようとしなきゃいけないんですけれども引き,引き離そうとする要素としましてはまずカオス性の強さというのがあります。カオス性が強強ければ強いほど モデルの振る舞いは自然とは違ってしまうということですあとはモデルのの誤差不完全性というのがありますモデルは自然を模擬して人間の頭で理解してこれはサイエンスのアクティビティですけれども自然の振る舞いを方程式として記述をして計算をするわけですけれどもどんなに正しい計算をしようとしてもいろんなところで誤差が入ってきますから自然をそのまま模擬することはできない。 というものによることですねですのでこれらの要素が強ければ強いほど引きは引き離れようとしますその代わりに観測をして引き合わせようとするんですけれども観測には精度・密度・時間間隔がありますですので密で時間間隔がまあ、高頻度で高精度な観測をするほど引き合わせようとしてくれるまたこの観測1個1個をよりよく使うためのデータ同化手法 を工夫することでより引き合わせようとするということでこのバランスが重要になります簡単な問題でデータどうかのエッセンスを簡単にご説明しますこれ全化式です。を与えると xn を与えると x n 1す1が出てくるとこれロジスティックマップと言われる方程式ですけれども A にに4を入れるるとととカオスになるということは分かっらそれで0.2という値を最初入れて計算するとこれエクセルの表ですけれどもこんな風に計算できます0.2にちょっとだけノイズを与えて計算するとこう出てくるとで最初の方を見ますと、まあ、ちょっとだけの誤差しかないので、えー、非常に似てるんですがこの辺り見るとですね全然違う値が出てくるんですね。 でこれ図にグラフにプロットするとこのようになっていて最初重なっているのは青の上に赤を描いているので完全に重なっているように見えるんですがここから突然違う振る舞いになってます。ですがこれ問題が簡単すぎるので正しい値をこの赤い時系列に教えてしまうと完全に同期しちゃいますのでもうずれないのでそれでは面白くないと。 いうこ,とでこの青のです、ね、ノイジーな観測を作ってやる青の時系列がもともといてその周りにあるランダムなノイズを持ったようなこの丸の値だけを知ることができてこの丸の値不完全な観測ですねこれを赤に教えてやるということを実装するとですね赤は常に青の周りにいる。これ当たり前っちゃ当たり前で単に青の丸を使えば 青の丸は常に青の周りにいますのでそうなんですが、まあ、よく見るとですね期待値として赤の状態というのは青の丸よりももともとの青の線に近いなのでデータのノイズよりも小さい誤差で推定ができるということですどうしてそんなことができるかといいますとこのプロセスを知っているからですこれが情報源ですね ですのでデータは当然情報源なんですけれどもデータだけだとノイズがあるんですがより良い推定値を作るためにこのプロセスを使うんですねなので xn を与えると xn+1 が出てくるというプロセスを知っているとで観測は時系列としてバラバラとやってくるんですがここのフィードバックを与えることで時間方向にですね情報が積み重なりますまずここの da って書いてあるところで何をするかということを考えますと この予予報報値値値値と観観測測を組み合わせままますすすにには誤誤差差ががあります、まありりもこのロジスティックマップは0から1の間しか動きませんので、まあ、こんなふうに誤差があったとするとデータどうかさっきの DA という処理をするとこういう解析が出てきます。でここで考えるのがベイズ推定という考え方でこの A と B、まあ、片方が予報値って言ってたものでもう片方が観測値と呼んでいたものこれの分布 を与える必要がありますこれ縦軸は確率密度ですですので0から1の範囲にある値ですけれども何か分布を与える必要がある仮にガウス分布を仮定すると正規分布ですねを仮定するとベイズ推定は積で分布を重ね合わせますのでこの a と b 得られたら積を取るとであとは確率の行為で確率は全部足すと1になるということで この面積が1になるようにしてやると当然これ狭いので高くなりますねですので独立な2つのガウス分布を重ね合わせるとより高いガウス分布が出てくるとこれちなみにノンガウシアンでやると全然話変わってくるんであの必ずしも高くならないし <laughs> えと全然話違いますんでこガウス分布を仮に仮定したらこうなるという話です。で気象のデータどっかではあのまずはガウス分布を仮定して進んでますので。 まずはこの過程で今日はいきます。でこの A と B の値を与えるとこの重ね合わせた後の値が当然ガウス分布の掛け算から出てきます。でこれをですね先ほどのこの予報に対して観測を組み合わせるここはガウス分布の重ね合わせで作るんですね。これを時間方向に重ね合わせるということの意味をちょっと理解したいと思います。 例えばここの解析というのを考えるとここの予報とここの観測からガウス分布を重ね合わせて作りますね。でこれを予報するとこれ同じことをこう繰り返すわけです。でここの解析を作るためにどの観測の情報を使ったかということを考えたいんですね。当然これ入ってますね。これはどうでしょうというとこれはここに入っているんですね。この線何ですかというとこれはモデルのシミュレーションです。 この予報を得るためにはこのこの解析値が必要なんですね。もしこの観測がなければこの予報は作れないということになります。ですのでこの観測の情報がなければこれがいなくてじゃあどこにいるかというとこれが増えていくこれ増えていくのはこれが真の状態なんで真の状態から離れていくというのはカオスなのでカオスな系というのは誤差が成長する系です。ですのでこの解析を作るためにはこの観測が必要です。ということはここの観測も必要です。 というふうに実は時間方向に情報が積み重なっているということがわかるんですねこれを4次元同化というふうに呼びますま4次元と呼んでいるのは気象の場合ここにある状態時間を固定すると3次元に定義されているので3次元空間の中の状態変数として定義されているので気象の数値天気予報では4次元同化という言い方をします もううちょっとと一般的に書くとこうなります先ほどの全化式と基本的に一緒なんですけれどもある解析値初期状態というのを与えるとモデルの方程式が解いてくれてシミュレーションした状態予報値というのが出てきますね。これとその時を観測したものと組み合わせることで次の状態を作ってそれをこうぐるぐる回すこれフィードバックのループになっていますのでそれでより高い精度を入れると実現するということです。 でそもそもじゃあこのシミュレーションってなこれが情報源になっているんですけれどもこれって何ですかというと実はこれあの、まあ、人間の知識ですね科学的な活動によってわ、まあ、からないところをひも解いてですねこんなことがわかんないからちょっと観測してみるとでデータを取ってきてあここはこういう仕組みになっているらしいとなので、えー、例えば気温が上がる時は、えー、隣から 気温が漂流してくるとかあるいはそこで水が凝結して凝結熱が出てくるとかそういうプロセスがこの中に入っているんですね。ですのでこのプロセスは実はヒューマンナレッジででであるるとということですでこすすれを組み合わせているんですねで、えー、もう一つ重要な点はこのシミュレーションして出てくる状態これはそのまま観測ができません。 与田先生の発表で観測いろんな観測ありますとありましたけれどもそれはシミュレーションされた状態をそのまま観測しているのではなくてその一部の状態温度計をここに置けばここの温度は分かるんですけれどもメッシュ状に3次元のメッシュに温度計を置くことはできませんので、まあ、そういうものはないとまたは先ほどご紹介しましたレーダーのデータレーダーというのは電波を発射して跳ね返ってくるシグナルを計測します。要するに反射 反射するなんていうんだう出した電波の強さに対して反射してくる電波の強さの比を観測するんですね。でそんなものはここにないんですね。でレーダーの場合どうするかというとここにレーダーを入れるんです。要するにシシミュレーションのの世界というのがこっちにありますでこれは人間が人間の知識に基づいて作った方程式を解いてますので非常に整然とした世界です。でそれに対して現実世界を組み合わせる必要がありますのでここにですね レーダーをシミュレーション世界に置くんですねもしシミュレーション世界の中にここにレーダーがあったらそこから電波を飛ばしたらどんなデータが見えるかなっていうことをシミュレーション世界の中で再現しますそれによってレーダーの変数が出てきますのでそれで初めて実際の計測値と比較ができるようになるとレーダーの場合ですとここにある変数は水の物質量です例えばえば、ー、雲雲粒粒のののはは普通は見えないので雨粒の 量とかですね、まあ、いろんなこう粒子の大きさの水の粒ですけれどもそれのあの,積算の積算でできますそれはあのそういうここにあるモデルですけれどもこれ観測シミュレーター観測モデルですけれどもそういうものをデザインすることによって実際今何を観測しているのかということが分かる、まあ、人工衛星も一緒でひまわりで赤外線の画像を見えますけれどもひまわりの赤外線の画像はここにないわけですね。 ここにある変数からひまわりでもしこの大気をこの状態をひまわりでもし観測したらどういうふうに見えるかひまわりシミュレーターです。こういうひまわりシミュレーターというのを入れると実際のひまわりの観測と比較ができるようになると。それがこの比較をするということです。これを両方インプットすると先ほどのベーズ推定の式から次の状態が出てくるということでですねデータ動画では実はさまざまなことができまして初期値 夜境界地の推定はもとよりですねそれで高精度の予測をするわけですけれどもこの多様なデータを統合する今言いましたようにさまざまな現実世界のデータをですねこのシミュレーションの世界の中に取り込むことでここ非常に整然としたデータ構造を持ってますのでここに落とし込むことができるんですね。地球科学で最も引用数の高い論文はおそらくカルネ えっとある一九九六っいうやつで、え何万三万とか四万引用数があるんですけれども、えー、じえー、それはこのデータセットを過去四十年間つあ作りましたという論文です。それによって、えー、そのデータを解析してですね、気候のプロセスを理解するとかそういうファンダメンタルなデータセットになったということですね。ですのでそれによって、えー、人類のですね、えー、この地,地球環境特に大気に関する、えー メカニズムその気候プロセスのの理解とといいううがが非常に深まったということがありえすちょっとだけ余談をしますとそのカルネ先生というのは私のメディアン大学の師匠で実はその師匠がチャーニーなんですね。なので私は日本の大学院には所属したことがないんですけれども大学学部を出てすぐに気象庁に入りましたのでただその気象学の分野でいうとその 非常に正当な <laughs> チャーニーというのはあのエニアックを使ってフォン・ノイマンと一緒に初めてコンピューターによる数値天気予報の計算をした方ですけれどもあの非常に正当なですねラインにいるなというふうに思うんですがただそのチャーニーの研究室で、えっと、私の師匠であるあのカルネイ先生があの博士論文の研究でやったのが金星のシミュレーションなんですよね。あのですので希少ではない感じはするなと。 というふうには思うんですけれどもあので何が間違ったか今私は金星のデータ動荷の研究にも着手しておりましてあの暁といいう衛星星が、えー、日本のです、ね、あの金観測をしていますでこれとあのシミュレーションによって金星の大気の,あのシミュレーションができるんですけれどもこれをあのデータ動荷によって組み合わせようとでここに書いてあるようなです、ね、先ほど言ったような、えー、こういう金星の状態推定をすると。 まそういうところから金星のその大気のメカニズムを紐解けるんじゃないかというようなことにも取り組んでいます。ですのでデータがあってこのシミュレーターこれは今今は人間の知識で作っているものですけれどもおそらくここに書いているようないわゆるデータサイエンス的なやり方によってデータドリブンに埋め合わせるようなこともできるんだと思いますのでま今のところデータ うん、AI によって方程式を導くことはできないんだと思いますが、まあ、それに近いことがあのできるようになってきているで、その方向にその AI の研究も進んでいる分野もあるようですので、まあ、そういうところも今後は入ってくるんじゃないかなと思います、まあ、全てのソースはそうするとこのデータになってきますねデータからデータを紐解いて知識を得るで、その知識が今ここに入っているということです さて軽コンピューターを使ってですねあのアンサンブルのエクストリームをやってみましたと。でデータう化というのは誤差の数理ですので誤差を捉えるということが根本的に重要です。そのために今ランダムサンプルを打ってそのサンプルによってサンプル推定をするわけですね。なのでサンプル数は多ければ多いほどいい。けれども問題なのは地球の大気のシミュレーションは非常に自由度が高くて。 しかもコンピューターインテンシブなのであの難しいと増やすことが。で軽コンピューターを使って試したのが1万個の地球を作るということでした。でこれ1万個の地球全部並べて書いてみたっていうのがこの図になります。なので数えると実は1万個1万240個あります。でその中のここの16個だけを拡大したのはこれですね。 で北半球と南半球で実はよく見ると北半球の方が似ていて南半球の方が似てないんですけれどもこれは今北半球にデータがたくさんあってデータどうかをした結果なので北半球の方がよりみんな似ている状態要するにこの1万240個はどれが正しくてもおかしくない240個ですど,どれもが同等に確からしいなので南半球の方がデータが少ないという条件で計算をしたので南半球の方がより違っているあと季節の問題もあるかもしれないです でこれを使うとですね例えばある1点のある1つの変数これ今水蒸気量ですけれどもを、えー、その 1, 1万個の一万240個のサンプルでヒストグラムを書くと、まあ、こんなふうに見えましたとこのサブサンプルを取ってですね今普通は80個とか、まあ、よくても160個ぐらいでやる300個やることはなかなかないというのが通常の天気予報だと思っていただければと思いますそうするとこれ今3つ山があるんですね 3つ山がかろうじて見え始めるのがこの辺なんです1ぐらいあと他の指標を見てみましたこれ全球のマップですけれどもある変数のクルーバークライブラ・ディバージェンスクルーバークライブラ・ディバージェンスというのは2つの確率分布を比較した指標ですでこれ何に対して比較しているかというとガウス分布に対ししてて比較しています例えばこれでいうと今これ後ろにこう線が引いてあるこれがガウス分布の線です なのでこのでこサンプルからサンプル分散とサンプル平均が分かりますのでこ,れにこのサンプルにフィットするガウス分布って書けるんですねこのガウス分布とこのサンプルの分布の差だと思っていただければと思いますが1240個でやると、まあ、こういうところでしか非ガウス性が強く見られないで単にサンプル減らすだけで非ガウスに見えてしまうのはこれサンプル誤差です 要するにサンプルが少なければこの分布がガウス分布なのかそうじゃないのかの推定ができなくなってくるという当たり前のことを書いているんですけれどもこの指標で見るとですねこの色の付け方で見ると1,000個ぐらいあると良さそうなのでどうも1,000個以上あると良さそうだなということが分かって最近は富岳を使って1,000個でやるという方法ことが多くなってますね。ここれれやっぱりうういうエクストリームは力技なんですけれども 力技ってやってみないとわからないのでやる意義があるんですよねめちゃめちゃ高解像度で気象モデルを走らせるとかめちゃめちゃ大イアンサンブルやってみるとかですねやっぱり大イアンサンブルやるとこれもあのこの点でもし観測をしたらこの星ですね観測をしたときにこの観測の影響がどう広がるべきかということを計算することはサンプルからできるんですけれども100個でやるとこう。 ちょっとぐちゃぐちゃしているので通常この周りに限定して他は無視するんですがこれ初めて見つけたんですけれどもこんなに遠くまでこの太平洋の真ん中で観測をしたらシベリアやヨーロッパぐらいまでその影響が瞬時に広がっていると。でこれを考慮することで今の5日予報の誤差あ違う今の1日予報の誤差これ80個のアンサンブル数でやった時のこれ7日予報までやった時の誤差の成長ですけれども。 これ風ののの誤誤誤差差差ですがが日日予報の誤差と5日予報報と同じになる今黒と赤だけを見ていただきたいんですが黒が80個であった場合ちなみにこのパープルは320個であった場合ちょっとよくなるんですけど1万個使うとこの赤になります。なのでこの同じ誤差をですね5日予報の誤差でそれは遠くまで飛んでいくようなあのシグナルですね情報の伝達を考慮することの効果です。 でですのでこれもやってみててみ初めて分かるなので、えーまあ、K を使ってですねこのビッグデータとビッグシミュレーションこれを組み合わせて、えー、とにかく桁違いのことをやって全て2桁です30秒更新普通1時間更新気象庁のローカルフォーキャストモデル LFM は一番細かい数値天気予報システムですけれども1時間ごとに2キロメッシュでやるんですねでそれと比べて1時間の120倍高速です 1>, 1キロメッシュと比べても1 0 0ルメッシュは100倍高視点数としては多い2キロメッシュと5 0 0ルメッシュを比べると2キロメッシュよりも四肢1616倍になってます、えー、と水平だけででこれも普通100個ぐらいでやるところを1万個やるでこれはあの力技なんですがこれをやることで初めていくつあればよいとか あのどういうところはあのサボってもよいということが議論できますので、えー、やる価値があるなというふうに思いましたでほ、えー、にもいろいろデータどうかでできることがあるんですが例えばですね観測のインパクトを推定するという方法があります。ここれれちょっっとと詳細省きますすがこれをやるとですね例えば田先生の発表にあったあの今 あの全球にですね。様々なデータ人工衛星やあの地上観測データとかあの風船の観測とかですね。様々なデータがあって、全てのデータが予報を改善しているわけではないんですね。だいたい半分ぐらいが予報を改善していて、半分弱が予報を悪くしているんです。で、こういうのが実は推定ができるんですね。で、これはこういうあの数式の変形をやると出てくるんです。けれども、もこうやって推定すると、例えばこのデータは赤？赤 赤いいいい丸の大大ききさが大きいほど予報を改善しているデータととうことになりますですので青いデータは使わない方が予報が良かったということも分かるんですね。あるいはこのさまざまなタイプラジオゾーンで風船ですあるいはエアクラフト飛行機ですねとかこの辺にあるのは衛星のデータですね人工衛星のデータがどれぐらい改善に寄与しているかというようなことをグルーピングすることもできる。要するに一個一個個のデータ 一つ一つが予報の改善にどれだけ寄与しているかということを算出できるのでもしそれにすごくコストがかかっていてあんまり予報を改善してないんだったら、まあ、それやんなくてもいいんじゃないかみたいなことは言えるしじゃあ逆にそのコストセービングをして別の観測をすればいいじゃないかとより予報が改善できるような観測をデザインすればいいんじゃないかというようなことを考えるわけですね。で実際データどうかを使うとこういうこともできます。今こんなにフェーーズアレ,レ,ーレーダーは 日本全国にばらまかれててはいなくてフェーザーレレーレダともうあの多分両手で収まるぐらいしかいないんですが仮に九州にこんなにたくさん置いたらちょっと数えてないですけど10個以上あるんじゃないかと思いますあ置いたらもし2020年7月豪雨の時にこれだけあったらどんなことができてたかなという観測システムシミュレーション実験 o c s っていうんですけどこれができますこれはは気象学の中ではスタンダードな データどうかを使っった方法論になてていて新しい観測をするときにですね実際にその観測をしてからこれはあんまり役に立たなかったということがないようにですね役に立つ観測であるかどうかを検証することができます。でこれ実際「ネイチャーラン a というのを作るんですけれどもこの熊本のですねここで激しい雨が降るんですね。で1時間の間にこれだけ雨が降ってその次の1時間にこれだけ雨が降ると。 で,線上降水帯ですのでで同じような場所でずっと降り続けるでこれが OSSE 要するに先ほどのレーダーを同化した場合しない場合、まあ、観測を使った場合使わない場合です、ね、ありなしで、えー、強い雨降るんですがこの肝心の熊本付近では降らないんですねこれ1時間後までの予報2時間後までの予報です。で見ますと時間が経っていくほどこのスキルは落ちていくんですが、まあ、やらないよりかはやったほうがいい。 ですのでこういう観測データがあると線状降水帯の予測にも役立つんではないかと1時間2時間後の線状降水帯を詳細に予測をするためには有効じゃないかということがわかりますあともう一つですね例えばですが今人工衛星にフェーズアレイレーダーを搭載しているものが今この GPM これ日本の衛星です JAXA と NASA が共同して打ち上げたものがあるんですけれどももしですね これ三十メートル四方、まあ、これ二メートル四方ぐらいなんですが。三十メートル四方のレーダーアンテナを静止軌道に置くことができたら。どんなことができるかな、ということを、検討してみました。これはですね、もともと。この静止軌道に。こので、巨大な。キロメートルスケールの。この、こういうものを置くとですね。太陽光パネルを置くと、発電ができて。だいたい原発一分ぐらいの発電ができるそうなんですね。で、これをマイクロ波で送ると、ちゃんとその発電した電力を。 地上の受信設備に送ってちゃんと電力が使えるとでそういうことを考えようと思ったらまずこういうことをやってみたらどうかということで JAXA がですね真面目に検討しているんですでもしでもそれをやってもあんまり天気予報に役に立たないんだったらこんなことしてもしょうがないねということで予備調査をしてみたんですがこれあの台風です。台風をその30メートルで のアンテナで静止軌道から観測するとこんなふうに見えます。ただオーバーサンプリングと言ってこのモザイクをですね重ね合わせるようにサンプリングしていくとより細かい構造が見えてきます。でこのデータを生かすことでデータを生かさない場合の予報、これ18時間後までの台風の進路とあと風の強さの予報なんですけれども最大風ですね54っていうのを超えるのは。 気象庁のカテゴリーでいう猛烈な台風のカテゴリーになりますので気象庁のカテゴリーで最強ですですので相当あの破壊力の強い風ですで実際ネイチャーランではそのような風が予報されていてもともとは予報できなかったのがこの正式気象レーダーを使うと予報できるというようなことを確かめたりですね。これ仮想的な観測システムですけれどもそういうことができると ですので、すの今新しいセンサーデータを取得してフェーザーレーレーダーを同化してそれをうまく使うための技術開発をしていたんですがこの結果を分析することからまた次にどんな観測をすればいいかという設計に役立てることができてこういうサイクルが回るだろうとつまりより良い天気予報活用される天気予報を作るために ここがベリフィケーションメジャーになるんですけれどもより社会で役立つ天気予報をするためにどういう観測システムを設計すればそれが良いかというようなことを考えることができるようになってきました。で今年の9月下旬にですね民間の気象観測衛星プロジェクトというのが初めて日本で初めて立ち上がりまして ITEL というんですけれどもこのエールという 宇宙ベンチャーの企業が計画していてこれ3 0ンチぐらいの大きさのいわゆるシューボックスサイズキューブサットってやつですねここにマイクロ波のサウンダーをこういう人たちが開発をして載せますでもし載せたとしてそれが本当に天気予報に役立つんですかというような技術開発をするということでこういうアクティビティも始まりましたで掃じていうと現実世界がありまして こういう気象による脅威があります。こうウイルスみたいなのもちょっと書いてますけれども、まあ,あの自然の中には脅威があります。でこれに対して我々は計測をしてそれをサイバー世界に持ってくることでコンピューターの中でいろいろなことができるようになってきましたで。実際気象なんかはこのようにシミュレーションしてデータ同化をすることでこういう計測データを活かしてですね、よりリアルに近いシミュレーションができるようになってきたと。 で、それに影響を受けるような人間活動も同時にシミュレーションして最適化するようなことができてきます。ですのでデータ同化の時に言ったカオスの動機。というのを拡張してですねえ。様々な現象に対してえ動機予測制御ということが考えられるようになってきたということです。そこで、このえっと今データサイエンスを盛り上げている。このデータドリブンな方法ですね。こういうのがうまく。 はまってくるんじゃないいかととうことを考えていますその制御の視点ですとまず気象の予測可能性の研究というのがここ30年40年ぐらい進んできていますけれどもやはりあのカオスなシステムに対してそのセンシティブなところを見つけてそこの観測を強化するなりして予測を良くするというのが予測可能性の考え方です。 であるいはその予測の誤差が大きいということを見つけたらそこを減らすためにじゃあどうすればいいかということを考えるのが予測可能性です、ね、ただ予測の精度が良くなってくるとですねその予測を活用して逆に制御していくということが視野に入ってくるだろうということを今年1月から半年間取り組みましたムーンショットミレニア調査研究と。 といもともと、まあの考え方としましてはバタフライ効果がある要するにカオスな力学系ですのでちょっとの変化が大きくなるというのが特徴です。ということは人間の力でちょっとの変化大気はエネルギーの大きなシステムですから高々な人間の力ぐらいでそんなに大きな変化を一気に起こすことはできませんけれどもちょっとの変化を時間方向に積み重ねることはできるんですね。 ですので軌道を制御するように気象を制御できるんじゃないかとこれはカオス力学系の理論に基づいてそういうことを考えることができるんじゃないかというような趣旨で調査をしまして実際今年のです、ね、9月の国の地球科学のあ地球科学じゃない、えー、と科学なんでしたっけシスティってやつですね イノベーション総合科学イノベーション会議だったような気がします。で決定された新しい目標8これは私とあと横国大の筆安さんが「台風ショット」といって台風を制御するというような調査研究をされていたんですがそれを組み合わせる形でこのような目標2050年までに激甚化しつつ台風 地質ある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安,心安全安心な社会を実現するという目標が定められて今動き始めているという状況にあります。で、えー、時間がだいぶん落ちてきましたのでちょっと加速しますが、えーとまあ、こういうコンセプトですね今気象予測の お話また制御まで今話が広がってきているというお話をしましたが他にも同じ考え方これ数理の方法ですので様々な分野に適用できます例えば海洋の環境これ海面水温ですけれどもひまわりの赤外線で海面水温見えるんですが雲があるとこんな風に結束しますがデータ同化をするとですねこれ2つをうまく組み合わせてこういう風に結束がないですね。 きれいなデータがモデルの中にありますのでそれと実際のデータをうまく組み合わせるということがデータ同解できますあるいはこれはイスラエルとの共同研究なんですけれどもイスラエルにキンヌレット湖という湖がありましてここでの青子の発生をパーティクルトラッキング、まあ、青子がこう浮いたり沈んだりするんですねそれとこういう色が見える衛星これ日本の 色彩という衛星ですけれどもこれを組み合わせることでなんとかならないかと取り組んでいたりとかですねあるいは木を一本一本シミュレーションするシミュレーターというのがあるんですがこれに対して人工衛星で 1km メッシュぐらいの葉っぱの面積指数リーフエリアエンデックスっていいますが葉っぱの面積が分かるこれを組み合わせることでこの木の一本一本は見えないんですがこれを1キロ四方ぐらいにした時の葉っぱの面積指数は出てきますので。 これが合うようよにシ、ね、シミュレーションできるこれ手放しのシミュレーションではこうはうまくいかないですけれどもデータ同化をすることで、まあ、目標は世界の木を全てシミュレーションするということですけれどもそういうこともできるかもしれないと。あるいはですねこうプレス加工っていうのをシミュレーションできてこれ最後よく見るとですねこう離れた後にちょっと戻るんですねスプリングバックというんですけれどもプレス後の最終的な形状っていうのは予測が非常に難しい。 工学的な問題でじゃあどうしてるかというといろんな厚さの板といろんなパラメータのプレスを何度も何度も繰り返してそれでようやくこういう部品を作ることができるんですね。失敗すするとこう不具合が起きますなのでこれをもしシミュレーターによって高精度に予測ができれば実験を大幅に減らすことができる。実験をを減減らすすとそれだけコストを削減になりますので 今車を1台作るのにこれだけコストがかかるというのが大幅に簡略化されるのではないかということで取り組んでいたりもします。で将来展望ですが今はじゃあこれ何が違うのかというと今までの富岳以前のスーパーコンピューターはえーいわゆるビッグデータどうかシミュレーションには向いているつまりダブルプレシジョンやえまあ実数の演算に強かったんですね。ただ機械学習は あの半,なんだ半精度半分の精度に落としたような計算を対応しますのでそういうのはうまく走らなかったんですねただ今回富岳はデザイン時点からそれを同時に動かすということを視野に入れてきましたでアイディアはですねこのデータ動画とこの AI のソフトウェアをインテグレートしていくということです 何がしたいかというといろんなところでこのデータ動画のフレームですけどいろんなところで機械学習が役に立つどころか何か根本的に違うことができそうな気がするというところがあります。で、それに対して問題なのはビッグなシミュレーションをすると非常にビッグなデータが出てきてこれ全部保存しておくこともできない。なので同じコンピューターの上で学習ができれば要するにデータ圧縮です。 大量のデータから必要なエッセンスだけをネットワークのパラメーターという形で保存しておくことができるこれは機械学習ですねですのでこのデータを保存することなく情報だけを保存しておくということができるんじゃないかとそうするとモデルをより良くしたりあるいは高速化したりなど付額を使わないと今できないことが付額をオフラインに オフラインに使うのとリアルタイムで使うの全然話が違ってですね。リアルタイムだと占有しなきゃいけないんですけど、オフラインは空いてる時にこうちょっとずつ計算すればいいんですね。全然コストは違いますで。オフラインに計算してそのデータを貯めておくと大変なんですけど、貯めずにネットワークにしちゃうということをするとですね、あのいいことができるんじゃないかなと思って、例えばこの予測システムにえっとこの LSTM を使ってみるということで、それ十分後までの 降水予測がこのようにですね上にいるほどいいんですがこれは、えー、かなり今までの天気予報システムよりもあ先ほどのビッグデータ同化の天気予報システムよりもよくなるということも確認できています。でモデルを高速化するみたいなことにも取り組みましたしあとこのですね観測シミュレーターこれ例えば暁衛星金星の暁のですね IR 画像をシミュレーションしようとすると簡単ではないんですね。 その放射伝達、IR の放射伝達を計算しなきゃいけないので、非常に難しい物理学のあの計算になります。なのでこれをですね、データドリブンに学習して作れないかっていうのでですね、これは仮説ではないんですが、地球のえっとマイクロ波の観測について試してみたところ、まあ、それなりにできそうだということが分かってきたりとかですね。要するに今あのこの数学を 得てですね、見ている世界というのはこの AI とデータ同化と HPC とこのハイパフォーマンスコンピューテーションというプレイヤーがいてこれらをうまく融合していく要するにデータ同化の中で AI を使うという発想ではなくてこのアルゴリズムレベルでも融合するっていうようなことを考えることで新しい気象学というのが見えてくるんじゃないかこれを私たち第5の科学と呼んでますけれども第5の科学といいますのは第1の科学は いわゆる実験や経験による科学で第二の科学というのは理論が理論を生み出す理論の科学ですで、第三の科学と言ってますのは計算が新しい知識を生み出す要するに人間の能力を超える膨大な計算をすることで新たな発見ができるということですね 今言われているのはこの第4の科学でデータから人間が見切れない処理しきれない膨大なデータから新たな関連性そこから新たな知識を生み出すという新しい科学の方法です。これらを全て組み合わせる予測科学というべき科学というのは考えられるんじゃないかとですので気象から脱皮をしてですねデータどうかの考え方がさまざまな分野に広がっていくんじゃないかというような考え方です。 で理科学研究所ではそのようなコンセプトで,ですね署内のプロジェクトを開始しておりましてここに prediction.liken.jp 行っていただくとそういうコンセプトについてもご紹介しております。で最後になりますがデータ動化の数理同様に関しましてはこの京都大学の MAX 教育プログラムで とその MAX 教育プログラムができた当初からですねこれ s、G、スタディグループ1なんですけれどもこれ毎年1で1を維持してるんですが当初からですねこれはあのいろんな分野を、えー、の橋渡しができるような考え方じゃないかということで、えー、この教育的な活動にも参加させていただいております。 えとすみませんちょっと時間が超過しましたが、えー、データどうかではいろんなことができまして、えー、天気予報の要になっているとともに今、天気予報以外の分野にですね実応用から、えー、理論的なところまで含めて、えー、急速にあの応用範囲が広がってきているというふうに思っていますので、えー、皆様も、えー、このような視点で何か見てみると新たな発見があるといいなと思いますどううもごご清聴ありがとうございます。